はい、皆さんどうもこんばんみということで、今回はですね、モンストの新春超重心戦がまた10連引けるようになったんで、ちょっと10回だけ10連だけ引いていきたいと思います。ということで、何で引けるかと言いますと、こちらオーブ引き換えの剣使って66個、13個剣使ったんで66個溜まりましたね。交換してオーブが、ということでいきます。66個溜まったんで10連を1回引けますね。で、ちなみに星玉も50個溜まるんで、またあれ引けるかもしれない。正宗もう1体6体目引けるかもしれないんで引いていきたいと思います。ということでいきます。10連いきます。ガチャル、はい、キピーンってなるかも。星玉も溜まるんでね、いきます。さあ、また最後の10連ですね。いきます、ゴー。はい、さあ、どうや、来るか。お、止まった。なんやろ、おお、何か分からんけど、まさかで来い。ああ、こんかったな。まさかね、こんかった。なあ、ただ星玉が止まった。いける、これは。ああ、確定演出、こんか。ああ、まさかね、来るか。どうや、どうや、どうや。来い。うわあ、違った。まさかねじゃなかった。スピカか。最悪。あと3連できるけど、いきます。ガチャル、ゴー。この3連でまさむね6体目出たらすごいんやけどな、はい、あ、アミダか。はい、アミダでしたね。さあ、ガチャル、ゴー。さあ、来るか、まさむね。あー、こんな。ラス1。ラス1です。最後のラス1。ガズル。よっ。キュピーンってこんな。こんな。ラス1ですね。来い。うわー、こんかったー。ということで。10連はちょっと正宗でんかったんですけど、阿弥陀とそのね、こいつか、アルタイルと、こいつか、ゲイボルクでしたね。阿弥陀とスピカと、はい、ってことで最後の新春超新祭10連でした。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。